いつもご視聴ありがとうございます。サンクスポーツ。今日ね、秋の試合ですよね。皆さんね、多いと思います。接近してまずしっかり打つねっていうことでね、もうワンツースリーの横っ腹まず打つね、構えを1、2まで一緒で、横で打つとね、こうここに肘とか腕が当たって思い切ってつけない、こうやって打っちゃう人、回し打ちみたいにね、こう打てりゃいいけど顔も近づくわけですよね。じゃなくて立てる、プロボクサーのフックで前教わったのが立てる、こう立てることによってこういうことですよ、当たったとして、ここだから1、2、3ってなるわけです。こう出していたっていいですよ、3なんです。ここ当たれるんです。はい、でここもう一回いくよ、無理やりすぎてね、1、2、3、1、2、3、嫌だからってこう出すでしょ、こう出したってこうは届かないけど、こうは届くんです。先でもいいからこういうふうにね、ガツンっていう。で裏技で私がよくやるのが、こことここ使います。平剣、平剣って言うんですけど、これ平剣、平剣でこう握っといて、あこいつガード硬いなと思ったら1、2、3でここでガツンと、ここでね、この肋骨の裏をここでよくこれで外しておいてよ。まあ通常だとこうだよね、こう返すよね、ね、返せないなって時はね、ここの平剣を使って1、2、これパツンってここで打つ、パツンとこのかなり痛いんですよ。今うんって言ってるけどね、かなり痛いです、でこうやらせるのが目的ですよね。こうやらせることね、痛いからガードが下がるからここが開くよねっていうこと。こうやった時にここがピクッていった時にバーンってこう上段に入れる。だから皆さんね、いつでも上段切れるようにしといてくださいよ。稽古してちゃんとこんだけ動画出してるんですから、こうやってやってるのは何気なくてもいつでもパーンとこうやってパーンとどんな時でもパーンっつっても上段切れるようにしてください。ついでに上段の切り方もお伝えしますけども、まずね、ももちゃんと上げてください。足先だけ一生懸命こうやってやるからこうなるんですよ、こうやって、まずもも上げないと、もも上げてプッと伸ばせばもう蹴れちゃうわけです。ももが上がればね、もも上がってこのままパッと蹴れば蹴れるわけですよね。だから回し蹴りも含めて、ちょっとねやってみてください。はい、よし。ワンツースリーで横三昧っていうのは少林寺拳法で言ったらな、横三昧ってこの位置をな、それを立てて打つわけですよ。はい、構えて、はい、3本目、はい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 、3、4、5、6、立てろ、1、横じゃないぞ、8、9、10、もう一丁、1、はい、3、4、5、6、1、8、9、はい、はい、はい、乗れ。で、ここまで打った、打ち終わった、で、当たった、ね、それで終わりにするんじゃなくて、今度は、1、2、3いったら、ここからこうやって、パツンってこう、膝を入れる、1、2、3ってこう、ここで、同時に、こういう使い方する、パンパン、パンって。そうすると、掴んでないんだ、これ反則だけど、これ反則じゃない、どうすんのって話、これ掴んでないわけだから。ね？ 1、2、3っていくわけですよ。1、2、3ってこう。また、掴んじゃダメなんだよ。掴んだら反則だよ。だけど、こうやって、挟むつもりで、1、2、挟んだ使い方する。1、2、挟んだ使い方する。そうすると、ここの部分で、うってなる。で、膝の使い方、立てて使ってもいいし、相手がこういう時は横から使うの、横から1、2、3で横から入れたりする、だけど、大体はね、ここ行く、ここ行く、こういう、ここあのね、ここの膝のね、内側をね、やっぱ引っ掛けるの。正面にいる時って、こうやって切れるけど、ワン、ツー、スリーの場合は1、2、3で一回開いてここ行くでしょ、
この景色からこうやって押してあげる。そうすると腹に入りやすいね。はい、やってみてください。はい、ワンツースリーと同時に膝、はい、キャプテン、はい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 、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、8、はい、9、はい、10、次上段膝やってみな、はい、8、はい、そういうことなんだよな、はい、3当たっちゃうんだよ、はい、4、はい、5、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、イエース、パンス、はい、あれ。続きましてね、場外にね、効率よく出す場面をお伝えします。例えば、はい、お願いします。こう攻めていってバンバンバンって必ずね、この返して境界線っていうのがありますよね、どこの会場行ってもね。で、これを要はこう、こういった瞬間にもう腹心がこう、笛を吹いて、場外ってやるわけですよ。で、はっきり言いますけど、この場外3回出たら、たかが1分や、1分半の試合なんだから、非常に腹心からの印象悪いです。あと、駆け逃げっていうか、よくひっくり返る人も。これも、うん、勝ちにはつながらないと思います。で、例えばこういってバンバンバンってこうなったとき、こういう景色になったときに何がいいかって言ったら、もう境界線で飛ばしちゃうんですよ、前蹴りで。でもうすっ飛んでいくから、まあ、見栄えも悪いし腹も効いてるよね、中段もねってことですよ。これをね、必ずやってください。1、2、3、ここでバーンっていってください。こういうふうに、そうすると、うん、必ず動きますから、前蹴り威力があるわけで、押す場合の前蹴りに種類があって、刺す前蹴りはこのように使いますけど、押す前蹴りはこれごといっちゃうっていうのがあるんですね。バチンバチンバチンってこれごといっちゃうんですよ、ガンと。はい、これも場外出す時のテクニックでね、キックボクシングでストッピングで使う技なんだけど、うん、こういうのもあるので、うん、相手が場外近づいたなと思ったら、うん、離れた飛び技だけ気をつけてね、うん、それでバーンと思い切って前蹴りを入れてみる。はい、やってみてください。相手前蹴りで気合い、はい、はい、はい、元の位置戻るよ、はい、はい、そうです、それぐらいいくね。3、4、5、6、7、中段だぞ、8、9、はい、はい、もっと聞け、はい、俺。続いて、下段回し蹴り でもね、こう通常の下段回し蹴りとちょっと違う下段回し蹴りをお伝えしますよ。構えて右の場合ね、通常の下段回し蹴りをこうやってこうやってパーン、こうやってパーンで、意外と怪我する人はこういう風に蹴るから、ここのすねの外側の筋肉とかが開いた状態で蹴ってるので、緩んだ状態で、それで相手の膝当たったりすると怪我しやすいんですよ。うん、弾くように蹴る蹴り方をじゃあちょっとね、お伝えします。こうしながら、パーン、こうしながら、パーン、こうしながらね、パーン、これね、もうこれだけでもものすごい痛いんだよね。うん、これはこう弾くように、うん、こうステップ入れながら、パーン、パーンってこういうこと、もも、うん、のね、裏をね、ちょっと引っ掛けながら蹴るわけですよ。そうするとね、避けてもね、すごく痛いです。うん、膝ブロックしてごらん、膝ブロックしてごらん、上げてごらんし、こうやって蹴る分には私が痛いです。なんでかって、こう当たってるじゃないですか。それをね、返すことによってね、はい、行くよ。返すことによって、はい、もう一発でこんな感じです。ものすごい痛いよね、これね。そう、こういう蹴り方が、うん、あるんで、ものすごい威力出ますから。だから上段回し蹴りもそうなんですよ、しっかり受けて。ここで皆さんやってるのはこういう蹴りでしょ、こういう蹴りでしょ、上段回し蹴り。私ね、実際の組手の時にこう返したりする、特に相手の首に引っ掛けて狙う時ね、普通はこう蹴るでしょ、こういうふうに、じゃなくて
ここからちっちゃい角度で行くときはこう首の裏を狙いながらこう、もう痛いね、ごめんごめんごめん、もう痛いね、うん、軽く蹴ってもグッと入るんで、この首にバチャンと当たるとね倒れるんですね。こう当たるのとガチャンってこういうね、こう行くののね、この差はね、大きいわけですよ、うん、ね、相手がワンツーで前に体重かかっているときなんとか引っ掛けてこうバチャンってこういうふうに、こういう使い方するんですね。普通はこうだったり、このままこうだったりですよね。だけど相手がワンツーで体重前にかけてるときなんていうのは、ここからこういう使い方します。ストッカツンと、うん、引っ掛けて前のめりに倒れてくるっていうね、そういう技もあります、ね、ご参考までに、できる人はやってみてください。はい、はい、足返す返し方やってみて、はい、足返す蹴り方やってみてね。3、足で引っ掛ける蹴り方ね、弾くように、4、弾くような蹴り方、はい、5、そう、弾くように引っ掛けて、はい、6、引っ掛けるようにももの裏、はい、1、いいですよ、8、引っ掛けるように足を曲げてね、9、足首曲げるようにしてしっかり、そう、OK、はい、直れ。